大森達志です、パーカッションとマリンバをやってます。いつも聞いていた音だったりするものを、自分のメッセージになる、あとは体の中にはオルゴールの音があるので、自然なこと、なぜっていうきっかけでもなく、いよいよ発売になりましたこのユートピアっていう CD が、清里萌木の村の中のオルゴール博物館ホールオブホールズで今発売してます。まずタイトルがユートピアという名前で、理想郷って言いますね。私にとってのこの清里という場所、オルゴール館というものが理想郷。なぜかというとこの楽器マリンバ自体の音がすごく、非常に豊かになる、今まで聞いたことないような音でもう100% 鳴らせる場所だということで、このまずオルゴール館を含めて清里っていうのが理想郷っていうタイトルです。中身っていうのが自分の大好きな曲であり、また清里の大事な曲でもあるアメージンググレースっていうものをソロで演奏させてもらって、マリンバの音ってすごくこの会場の中を振動としてこう伝えるっていうので、耳だけではなくって体にこう振動として伝わる音っていうのがあって、次の音が何かなとかっていうことは考えずに、どういう音でここは響くのかな、今日はどういう音で
出てるのかな、ただそこだけをずっと聞いている。もう目つぶっても手だけは動いてるし、頭で違うこと考えてたとしても手はずっと動いてるし、すごく気持ちいいです。なんか不思議です。